北海道ハイテクノロジー専門学校は、北海道に庭市めぐみやに所在する、しげる系学園グループの学校法人産業技術学園が運営する専門学校である。地元でハイテクと称される。医療、生物工学、情報技術などを学ぶ学生数はおよそ1300名で、うち社会人は18.9%である。999名主学科。 指導訓練士学科、技師総務士学科、e スポーツプロフェッショナルゲーマー専攻、プロジェクションマッピング専攻、など道内、または国内で初設置となる、養成課程が複数ある。札幌ドーム1.5個分となる、約2万平方メートルの敷地に、校舎8棟、学生寮4棟、学生食堂、屋内運動施設のハイテクアリーナ、 日本初の屋内陸上トラックのインドアスタジアムがあり、全校舎と里見ハイムを除く学生寮は外壁が茶色に統一している。これら施設は北海道ハイテク AC が練習拠点とする他に市民も使用可能である。2016年にエニワ市と包括連携協定を締結するなど、産学館共同教育を図っている。 空からの北海道ハイテクノロジー専門学校現在は廃部となっている北海道ハイテクアスリートクラブは2006年に設立された陸上競技の運動部実業団である略称は北海道ハイテク AC この記事は以下のカテゴリでも参照できます北海道ハイテクアスリートクラブに関するカテゴリーありがとうございます